9月18日土曜日朝11時ごろにちょっと時間できたので、海藻70の方を撮影しました。こちらねちょっとキヘリ巾着ダイさんがねセレクトをちょっと食べなくなってきてて、まあ、なるべく海藻70でねなんとかお腹満たしてもらおうと頑張ってるんですけど、なんでねちょっとセレクト食べてくれなくなったのかっていうのが気になってて、もうちょっとなんかこう引っ張ってくれるお魚が必要なのかな。ゴンベアとなかなか引っ張ってくれないのかな。もしかしたらこうイエローコリスとかね餌食いのいいで、まあ、根源問題も全然心配ないイエローコリスとかをちょっと足したらセレクトとかも行ってくれるのかなっていう、と思っています。まあ、とりあえず海藻70をね食べてくれてるのでいけるとは思うんですけど、ちょっと心配ですね。食べる時もやっぱりクチュクチュクチュパクみたいな感じでねパクパクパクとは食べれてないので、この辺がちょっと気になりますね。今この映像はねすごく食べてるんですけど、食べない時はほんまに食べないのでほんと心配にちょっと最近なっています。こちらはまあ基本問題ないのでさらっと多分録画しています。こちらはちょっとねイエローコリスが抜けたらどうなんだろう。ヘラルドヤッコとねやっぱり黄色がよく似てるので、まあ、黄金球線の方抜いてもいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、この辺はね焦って抜くほどでもないので、キヘリ巾着ダイの結局餌付け問題と絡んでくる感じですね。そこまで急ぎじゃないし、急にまた立ち上げ水槽にね魚増やすとまた水質悪くなったりするので、イエローコリス、まあ、黄金球線はもう後からで十分間に合う感じですよね。だから今度のまあ来週のね水替え、次の週の月曜のね水替えの時に引っ越しも考えようかなっていう感じですね。この判断が遅くならなければいいんですけど、まあ、キヘリ巾着ダイの食欲次第ですね。多分黄金球線がやっぱでも黄色あった方がいいかな。こちら海藻70、与えていきます。ここは月曜日に、引っ越しを考えています。まあ、ハゼは立ち上げの水槽ね、チリメンヤッコも多分上はちょっとねヘラルドヤッコが行くと思いますね。多分行くやろな。あのヘラルドヤッコ意外と気強いから、だからまあ立ち上げの方に入れてキヘリ巾着剤とどうなのかっていうとこですね。あと長藩も、長藩の吸い越しがねどうしよう、どっちに入れようかなっていう感じで今悩んでるところです。こちら、海藻70ではないね、つべさのセレクト、まあお昼の餌やりを早めています。こちら餌のね落とすタイミングもちょっとずつ落としていって、まあ隠れクマノミの方に流れていきやすいように今工夫して餌をあげています。まあ見る限り隠れも食べていますね。1日5個ぐらいはありつけているとは思います。いやここはほんまに気持ちいいですね、餌を食べる感じが。